はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。9月の21日にこちら収録をしております。まあ、記念パーティーは終わったんですが、今日9月21日が私40歳の誕生日ということでございます。たくさんのお祝いのメッセージ、あるいはお花やプレゼント、事務所に届きました。本当にありがとうございます。まあ、昨日お話したようにですね、まあ、40歳になった瞬間はですね、SNS 上が大変大盛り上がりの炎上状態ということでございましたが、この40代の10年間は心穏やかに生きていきたいと思います。まあ、難しいかな。はい。ということで、今日、取り上げたい話題は、まあ、心穏やかにと言いながら、まあ、ちょっと自らのね、私たちのちょっとお恥ずかしい面も含めてご説明も兼ねてということなんですが、まあ、地方議員と公設秘書を兼務をしていたということが話題になっております。日本維新の会所属の、まあ、池下衆議院議員の公設秘書さんが、まあ、届け出を出さずにですね、地方議員と公設秘書を兼務していたということで、まあ、これは本人も認めているように、本来は出すべき書類を出してなかった、手続きをしていなかったわけですから、まあ、そこは本当に完全なミスだというふうに思いますし、俺は支援者の皆さん、このご注目の皆さんにご心配をおかけいたしましたことを、私も組織の一員としてお詫びを申し上げます。で、その上で、まあ、公設秘書という立場と、兼職、何か兼業するということについては、確かに何ら否定されるものではないんですが、果たしてこの地方議員と兼職をしていいのかどうかということについては、様々なご意見があるということは、私たちも承知をしております。で、吉村共同代表や、あるいは、横山市長などからもですね、やはり兼職は望ましくないんじゃないかというような ご意見も出されまして、今、党内では、この内規、内部のルールの見直しというのをこれから議論していきますし、あるいはこの公設秘書の巡るルールについてはですね、まあ、親族であるとか、あるいはこちら地方議員、こことの兼職兼業はできないように一層法律改正をした方がいいんじゃないとかというようなことも今党内で議論がちょうどスタートしたところであります。じゃあ、音喜多駿はどう思うんだということなんですけども、まあ、私はやっぱりこの地方議員と公設秘書の兼務、兼職というのは、法律で認められている、ちゃんと届け出をすれば認められることとはいえ、まあ、望ましいことではないなというふうには思います。もちろん池下衆議院議員の事務所もですね、しっかりとこの公設秘書と地方議員の仕事両方とも、やられてたんだ、問題なくやられてたんだと思うんですけども、まあ、それはなかなか外形的には証明ができないので、まあ、給料の二重取りだけをして、片方の仕事がおろそかになってしまってるんじゃないか。とか、やはり国会の公設秘書、国会議員の公設秘書としての仕事と、この地元を預かる地方議員、公職としての地方議員の仕事で、利益相反が起きた場合に、本当に利害調整がちゃんとできているのか、矛盾がない形で働けているのかということが、なかなかこれは外形的に説明、証明が難しいことですので、であれば理科に冠を立たさずと、申しますかね。こう、疑いの目を持たれて、なかなかそれを証明できづらいことは、極力するべきではないという考え方からすればですね、この地方議員と公設秘書の兼職というのは、やはり望ましいことではないんだろうなというふうに思いますので、まあ、党内議論も重ねてですね、法改正あるいは内規の設計と、まあ、いうことを目指していくものというふうに思われます。で、今日のニュースも出ておりましたけども、これはどこのニュースだ、日テレさんですね。自民と立憲の議員3人の公設秘書も地方議員と兼職ということで、まあ、自民党や立憲民主党の幹部の方から、今回のまあ、日本維新の会のこの不祥事について、まあ、書類を出してなかったというミスもありましたしね、それは厳しい意見を向けられても仕方ないことだと、それは重く受け止めたいと思っているんですが、まあ、厳しいコメントをしていた自民党や立憲民主党の議員の中にも、やはり公設秘書と地方議員を兼業、兼職してた方がいらっしゃったということが大きなニュースになっております。なので、まあ、私からするとちょっと結構びっくりというか、私も地方議員やっていて、とてもちょっと公設秘書が自分でできるかなといえば、なかなかこの二つの二足のわらじは難しいなというような感じもあるんですけども、まあ、そういった議員の方もいらっしゃったということでありますから、日本維新の会としては今内部で調査を、アンケート調査もしておりますし、で、今後はこういうことは極力、まあ、なくして、極力というか、なくしていくという方向になるんだというふうに思います。なんでね、まあ、他の他党の皆さんも、まあ、これを機会としてね、こういう例があるのかどうかということを、まあ、お調べいただくといいんじゃないかな、というふうに思いますし、かつてもね、2017年でしたかね。調べた豊田真由美さんだったんですが、豊田真由美さんの公設秘書を、まあ、地元の市議じゃないんですけど、青森県か何かで市議会議員を、基礎自治体の議員やられてる方が、公設秘書になったということは、結構大きなニュースになっておりまして、その時もやっぱりこう、兼職って難しいんじゃないかと。やっぱそれでは、まあ、青森に本来いるべき人がね、公設秘書として、長田町国会議員会議が、ね、働いてるっていうのは、確かそれは政策書だったと思うんですけども、いかがなもんかというような議論が巻き起こったような記憶をしております。なので、まあ、日本維新の会の
中から、今回明るみに出たことで、これは本当ご迷惑、ご失敗をおかけして大変申し訳ないんですけども、まあ、これを機会としてですね、しっかり正すべきは正してですね、自分たちの内部のルールも作るし、そして必要があればですね、議員立法を出して、この国会議員の公設秘書には、親族であるとか、あるいは地方議員の方っていうのは兼職がもうできないようにすっぱりしておくと、まあ、いうことが一つの、再発防止解決策だと思いますので、そこを目指してしっかりと党内でも議論を重ねてまいりたいと思いますので、よろしくご指導ご鞭撻と、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。